ちゃう、あっちゃんです。今日は視聴者さんにもらった、福井のハブタエロール、はい、いただきたいと思います。ね、これね、もう切ってきて。はい。こんな感じ。はい。このね、白もね、箱が、わかるかな、ホログラフになってんだけど、こうやってわかるかな、はい、黒のやつほどわからへんけど、これも綺麗な箱な、うん、箱が綺麗に入っております。では、いただきます。食べへんの？あ、うん、あ、ミルキー、うん、クリームと、あ、美味しい。うん。ミルキーで美味しいよ。うん。なるほど。はい。ミルク感がすごいわ。うん。なんやろね。何のクリームだか入ってないけどね。でもチョコっぽいよね。ホワイトチョコみたいな感じのコクがあるね。うん。おいしい。クリームのとこすごい美味しいわ。うん。ちょっとこう、今日も暑いやんか。こういうふうにちょっと暑い時に、ちょっとなんていうの？疲れたってことだけど、体力失った時に、もっとこういう甘いのっていいね。うん。うん、クリーム濃厚。今日はね、キリンレモン飲んでね、子供、うん、昨日買ってきて、子供、久しぶりやわ、キリンレモン、うん、すっきりしてんね、うん、これ食べてキリンレモンとかよりちょっと渋いめのね、あのノンシュガーの紅茶とか、うん、あの抹茶とかが合うかもからね、うん、おいしい、ね、上品なね、あの洋菓子と和菓子の間っていうのかな、でもうん、ミルク感がすごいね。あのケーキの部分がちょっとね、ふわっとの、なんて名前知らんねんけど、和菓子でふわっとしたやつ、あんな感じのふわっとした感があって、でクリームのところがちょっと硬くて、なんかホワイトチョコみたいな感じの濃厚さがあって美味しかった、うん、ありがとうございました、うん、あのこの前視聴者さんにもらった福井のお土産、ハブタエロールでした。ありがとうございました。美味しかったです。はい。ということで、今日のあっちゃんちの、晩ご飯の後のデザート、福井のハブタエロールいただきました。美味しかったです。まだあと、半分残してやんね。また食べます。賞味期限がね、7月ぐらいまであるんで、またちょっと、日曜日いただきます。はい。ありがとうございました。美味しかったです。では、またね、バイバイ。今日のあっちゃんの晩ご飯の後のデザートよかったよと思ってくれたら高評価をで応援コメントチャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。